アリアです。ゆらりです。ひなです。ひめかです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は新学期あるあるです。イエーイ。はい、じゃあ今からやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。え、もう2年3組のグループラインできてるけど、招待されたけど、え、どう？だってよくまだ招待されてない。されてない。してしてして。わかったわかった。テスト勉強やだな。まあいっか。やっぱエコちゃんは相変わらず真面目だな。その頭が欲しいよ。え、おはよう。誰？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 知らないよ。エコちゃん。え、エコ？エコちゃん。え、あの真面目キャラは。ではクラスを発表します。じゃん。お願いします。教科書の21ページを開いてください。この教科書は消えないかな。え、消えない。それ6年生の教科書じゃない。6年生の題材で。ほんとだ、やばい。マジで、私は教科書持ってきちゃった。あ、2年2組なのに1年5組って書いちゃった。超覚えたまだかな。皆さんに宿題を出したいと思います。始業式にみんな健康で来ること。以上。春休み楽しんでくださいね。やった。もうすぐもうすぐ。あ、またやばい。なんか荷物多くない？え、みんなここぐらい持ってきてる。いや、これ江戸三菌レベル。え、三菌交代してる。いや、いつもこんな感じだったから。何が入ってる？え、教科書に、教科書に筆箱忘れた。この荷物の中で一番重要。みんな集会に来てくれてありがとう。今日は何の話をしようかな。あ、そうそう、こないだ山を登りに行ったんだよな。それでな、そうだと、ばばばべべ、それで雪がいっぱい積もっとってな。ああ、もう1時間も経ってしまったの、ごめんの。じゃあ、はい、終わりました。皆さんどうでしたか？何が一番共感できた？個人的にアリアちゃんの三菌交代みたいな。三菌交代してますみたいな。でもいない、一人はクラスに。それ姫かかも。コツを持って帰りたくないからね。じゃあ皆さんもね、多分共感だったと思います。もうすぐ新学期始まりますか？皆さんはクラス、ね、間違いないよね。それね。頑張りましょう。頑張りましょう。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。